今日は、畑作りのための草刈りをします。ね、自然栽培で肥料を取ってる、肥料ももちろん、除草剤とかも使いませんし、うわ、いた、牛が飛んできた。これ後ろ危ない、後ろ危ないやつ。これハンマーモアという草刈り機。これハンマーモア？これハンマーモア？ハンマーが見たかろうか。そういう意味では、うんうんうん、すごく使いこなせたら面白いかなっていう感じ。でも全ての草刈りをこれでやろうと思うと、まあ伸びきったね、うん、わーっとしたようなところとかは、まあ、難しい。いやいや、の方が効けとる。わーっともうチップにしていくけん。草刈りはね、伸びたやつはね、なかなかね結構大変やけど、うん、後が綺麗。これは使い方が難しい。こんな感じ。もうこのこういう風にチップもこう粉々になるから、うんうんうん、このままあっても全然違和感がない。うん、じゃあこれをまあ乾燥してまた一緒に耕す時にすき込むっていうね。そうそう、だから乾燥もしやすいと思う。この切れる、ね、長いのが切れどう取ると途中は切れ目がないき乾燥しづらいけど、細切れにするわけやから、うんうんうん、多分日にち的に乾燥する日にちはものすごい短いと思う。こっちの方が、うんうんうん、すぐ乾燥パーンとする。これでもやっぱ女性にはちょっと重たい。私はいやいや、容量、例えば、うん、例えばこれが今これクラッチで今切ってます。これを全身に今やってます、うんうんうん、でクラッチを普通これがクラッチだけど、これブレーキなわけよね、うん、左ブレーキ右ブレーキでそれで向きを変えていくわけだから、ね、これを仮にこうやってちょっとつなぎますポンと、うん、だから動き始めます、うんうん、でこうやって動いていくんだけど、うん、で例えば右にバレたらこう止めたらピピピピピとこういく、で左に来たかったら左ブレーキをかけたらこう行く、で全身行く。ただこう行ってて切り替えるときにいちいちクラッチをポンと落としてポンと切り替えて、そしてこうしてないかんっていうの、これがここでクラッチができたらものすごいパパパッとできるけど、いちいちこれをこう押せないかんのがちょっと面倒くさいかなっていう感じ。あ、まあでも面倒くさいけどなんか怖くないかもね。ちゃんと止まってくれるんだよね。ただね、横着になってくるともうこうしなくていちいちここでいきなりガーンといくわけよ。ガーン、あ、こうなっていったら面倒くさいパパッとこうするわけ、なるんだけど、こう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 なって気がついたら後ろにボーンとなってあーって言ってこれから巻き込まれ引っ込まれる可能性があるから、ちょっとそういう意味では怖いなって。
だから必ず鉄則としてクラッチ、このクラッチを切り入りしてやらないと。まあでもそもそもクラッチをしてするっていうやり方、ね、そうそうそう。ただね、まっすぐ行き出したらそれでいいんだけど、ちょっと U ターンとかするときがね、もう全身バックをこう結構するから、もういち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 こうするのはめんどくさいね。ひょっとしたらメーカーによってはそういう風な方式じゃないやつもあるかもしれない。たまたま僕はこういう方式やったから、このメーカーがそうだから、うん、あれ。ここはなんていうメーカー？これ何やったんかな。パン。アテック。うん。いいやないの？あ、いや、いや、いいじゃない。そっちから見たらいいやけど。あ、そう。これだったらいいやけど、こっちは A でしょ。あ、こういう。なんとかミニ。ハンマーなんとかミニ、カリカリマオ、カリマオ。まあじゃあそんな感じで、ここのね、ここのレーンをちょっと細長いんですけど畑にしようと思ってます。感じでね、明日もね天気がいいそうなので、ちょっと畑日和かなっていう感じで準備をしたいと思います。はい、じゃあ引き続き頑張ってください。はい。